今日はアウダがスタメンです。アウダ押しのけながらこれを強引に決めてきました。一度下がって藤井ピックを使ってコーナーで分けた寺島のスリーポイント決める。1本目から決めてきました。藤井一度引っかかってメイヨがワイドオープンになっている。そしてスリーをタッチだ。非常にいいピックでしたね。藤井選手メイヨ選手いいコンビネーションでした。さらに得点を広げています広島です。そして森井がドライブから、さあよくねじ込みましたね。ハモンズから川村、味方の動きを見ながらここは自ら決めてバスケットカウント。見る動きを見せましたので広島の選手も少し躊躇しました。ここで小牧の戻りを見まして自ら決めるという選択。ポイントガード、こちらジャクソン、辻からジャクソンに入る。ここを川村カット、はい、奪いました。そしてキングカイの得点。オーバーヘルプ不入ですが、ジャクソンこの位置から、あ、ショットブロックギリギリ決めました。ショットブロック、いや決めた、決めましたね。カウントですね、2ポイント。今日は4本目のアテンプトで3ポイント2本目。いいパスですよ。バービー選手もよく反応しましたね。スティールを狙っています。ゴブゴブになっていますが横浜がどうか。広島外返した、バックコートまで行ってしまいました。いやこれはアウダーですね。左拳を突き上げましたパトリックアウダー。失礼しました、ファール3番辻、個人ファウルは1つ目、チームファウルは1つ目。またピックアンドロールを使うか、ジャクソンを一度経由してここでピックアンドロール、ゴールした。ジャクソンちょっと合いませんでしたが、ここはよく処理ましたね。こういったところが今日広島目立ってしまったんですね。体を当てながら、そして決める。力強いですね。広島呼んでいましたが、メインを使っているピックアンドロール、ここで名誉に渡って名誉だ。この前の試合でも3クォーターだけで10点取った森川です。ケネディが得点。まだ万全ではないと思うんですが、やはりさすがに存在感があります。ゴール下です。瞬間でちょっとハモンズ決める。ここでハモンズが決めてきました。ハモンズ、ゾーンですね、はい、ゾーンに対して。大場がスリーポイントを打ってきました。決めてきましたね。ゾーンの弱点の外から叩き込んできました。打ち込んできました。川村がコントロールしています。青木がつきます。川村からハモンズ、大場先ほどスリーを決めて、いいプレーですね。ハモンズの高い59対56。キングカイです。キングカイのパスコーナーでオーバー、失礼、オーバーが決める。いいスリーポイントですよ。ジャクソンがついていますが、キングカイパワスからパワー、いいパス通しましたね。寺島打ちませんでした。寺島はここは下がり距離を取りながらドライブから、いいですね、パスでした。ジャクソン引きつけて、ジャクソン選手素晴らしいアシストでした。パストップの位置から右45度ケネディ、さあ少しリバウンド、名誉2点差まで詰め寄ってきました。名誉も11得点に乗せました。ボディスを使ってトップの位置、ハモンズ、ハモンズに名誉、体を当てながらフェイドウェイ、いやうまいですね、素晴らしいです。あ、しかしこれは決まらず、1人少なくなっています。横浜です。そして待っていてケネディ、ここはイージーバスケットでした。最終的にはリバウンド広島、ボールを取りまして今度は勝ち越しのチャンス。このボールを読んでいました森、ゴール下で待ち構えていた。そしてハモンとメイヨ1対1になっています。これは大きいですね。出るハモンズ、ダブルチームで行っていますが川村、中川来た、そしてレイアップ決める。さらに2点追加しました、71対66。フリースローの確率、タッチはよくありません。ただ7点差、早めに行きたい。どうか、コンパス、ダンク、早めに得点を決めてきました。ジャクソン逃げ切ったというところですね。止めません、このままゲームが終わろうというところです。2秒、1秒、今タイムアップ。横浜が
西地区の上位広島を撃破、2連勝としました。